のくさん、動画ありがとうございます。お面、あんまり意味がなかったと聞きましたけども、今となってはすっかりと大きな意味を持っていると思います。というのがね、やっぱり動画とか表現っていうのは、それを受け取った人、見た人、聞いた人がどう感じるかが全てだと思うんですよ。まあですんでね、中には興味ないよって方がいれば、中にはものすごく興味を持ってくださる方もいる。これで人間関係とか距離ってできていくのかなと思うんですよ。そういう意味で言うとですね、私との奥さんがこういうふうな関係ができているってことは、きっともともとは私が発信している動画にノクさんが興味を持ってくださったっていうのが始まりだと思いますけども、私自身がノクさんに興味を持ったってことでもあるんですよね。まあ、この相互関係っていうのが今 YouTube を通じてできているっていうのが結構奇跡だと思うんですよね。なんかね、すごいいいことだなと思います。そしてですね、まあ、お面には別の人になりきる、なり変わるっていうふうな効果があるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。ノクさんがお面をかぶると、よし YouTube やるぞっていう気持ちになるのかなというふうにね、勝手に拝察するんですけども、私の場合はですね、まあ何をするときも結構ね、そのポジションになりきるんですよね。まあ例えばね、昔はナイトライダーっていう映画を見ましたけども、テレビプログラムをね、もう当時はこのハンドルに握る格好をして、ナイトライダーだぞみたいなことやってたんですけども、今はそのパクリというかね、コスプレでナイトライダーを買ってしまったみたいなね、そんなこともありますし、私はね、男はつらいよが好きなんですけども、やっぱり好きすぎて、男はつらいよ、寅さんの全身セットをね、こう浅草で買って、カバンも買ってですね、その格好で、まあ、近くの公民館や施設にね、大道芸に出るってことをね、ここ何年かはやってます。で、あの格好のまま東京に旅してね、母と一緒に東京に旅にして、まあ、寅さんの映画を見に行って、そういうイベントがありましたんでね、でそのままタクシーに乗って新幹線に乗って帰ってくるみたいなこともありましてですね、私はね、この日本という国、そして広島という街を舞台に、なんかいろんなね、演技をしてるんだろうな、久保哲郎ってものを演じてるんだろうなと思うんですよ。まあ、そうなんですよね。私ってのはね、結構久保哲郎って人間を経営してるとか演じてる部分があって、自分はこうありたい、こうでなくちゃならないとかね、いろんな型にはめながら、型を外しながらやってるところがあって、それがなかなか面白いんですよね。まあ、元々私ね、映画監督とかタレントとか、俳優って好きなんですよ。やってみたいなと思ってたんですよ。で、今 YouTube っていうのがあって、時にはね、こういう帽子をかぶって、これはね、ジョジョの奇妙な冒険の空城城太郎なんですけども、それのね、青年バージョンなんですけども、こういう帽子をかぶってみたりとか、まあたまに和服で出てますよね。和服は私がね、まあ、芸の道にいるんで、三味線とか民謡やってますんで、和服を着るとさらにね、やる気になるんですよ。で、空手や柔道をしてるときは当然ですけど、空手や柔道着を着ますし、まあ、シルベスター・スタローンの映画を見るとなぜかね、筋トレをしたくなるんで、筋トレルームを作ってみたっていうのもありますよね。なんかね、そのなりきることによって自分の未知の側面、未知の力っていうのが出てくるところあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあ、ノクさんもね、そういうふうなところに、まあ、賛同していただける部分があるんではないかなと思います。同じ昭和40年代生まれね、いろいろ思うところがあって、未来を夢見て現実に至るというところがあると思いますけども、やっぱ振り返ってみるとね、私たちは幼い頃から仮面ライダーの真似をしたりね、ガンダムの真似をしたりね、いろんなものになりきってきました。時にはジャングル大帝という手塚治虫さんのアニメを見て、ね、パンジャの子レオの真似をしたりね、ガオーとかやったりしたかもしれませんよね。ミツバチハッチでね、蜂の心に自分がね、身を委ねてみたりとか、そういう時もあったのかもしれませんし、銀河鉄道999の主人公星野鉄郎っていうのは、私がね、名前も一緒っていうところがあってね、断るごとに、コスプレをしていましたね。コスプレっていうのはね、やっぱり衣装がないんで、心のコスプレですよね。ちょっと古めかしい機関車に乗った時にはメーテルが前に乗ってるような感じがしたりとかね、まあ、なりきるに行くことによって、まあ、いろんな楽しみが私は内側から出てくるってことがよくありました。いやー、それでね、何が言いたいのか全然分かんなくなってきましたけども、まあいろんな仮面とかね、いろんなレッテルを自分に貼って人間ってのは生きていくんだろうなと思うんですよ。まあ今私はね、 YouTuber としての側面もあるし、投資家としての側面もあるし、ビジネスの、まあ、上級者としてのに、まあ、自信もあるし、投資家としてのスタートとしてはね、 FX を毎日やっていったりとか、やっぱりね、奮い立つものがありますね。なんか自分はこれの道で行くんだとか、これをやるんだと思ったらね、まあ、ということでね、明日は町内会として、町内会の会長として町内会公園の掃除に行ってきます。これもね、誰よりも動ける会長でいたいなっていうふうな、会長を演じきる
そんなところが動機なのかなと思いますよね。さあ、いろいろと申し上げましたけども、明日も皆さんと一緒にまた YouTube 楽しんでいきましょう。じゃあ、ノクさんね、また会いましょう。では、ありがとうございました。